いや、むずい。いや、これだと思うけど、むずい。やべえ、しかも時間がない。こんなから終わんねえよ、これ。やばいやばい。今度は文章入1問題。いや、もうトフルレベルじゃない、これ。うん、いや、全然、あの、共通テストとかセンター試験レベルじゃない。全く違います。いやー、レベルが超高い。さて、始まりました。モチェチャンネルです。さあ、今回はですね、また韓国のスヌン解いていきたいと思いますね。まあ、センター試験とか共通テストに当たるものですが、リスニングは前回の動画に出ておりますので、そちらぜひ見てください。今回はリーディングの方を解いていきたいと思いますね。やっぱりね、韓国語がね、選択肢にあるんで、そこがちょっと時間がかかってしまうんですが、で、一応70分のテストで20何分はリスニングだったんで、それ以降の50分ぐらいでどれだけ解けるのか、さてさてやっていきたいと思います。I want immediate action to solve the urgent problem since you're the manager of the Vienna Dog Park. I ask you to take measures to prevent. はいはい、うるさいってことね。夜晩ポンジュン、イルチョン、ハギンじゃないでしょ。今後ね、夜間イオンシガヌ、問い合わせしてない。ムニハル語。で、今晩ね、夜間ソウ。ソムパンチ、テジェク、チュグハ、チョクハゴイサ。対策を求めてるだよね、多分ね。騒音って書いてあるから、これが正解で。グンチェジャンハル、イエボンコン、コン、ちゃんと貼ればいいかな。トミ、イエボンコン、トリ、コンジ、クヨク、案内、違う、案内じゃない、この正解。次は？あー、はいはい、感情の変化。これ、共通テストでございますね。I'm looking forward to this field trip. Excited. Okay, I'm excited. Disappointed. 簡単。筆者がジュチャンハヌ。ジュチャンってなんだ。いや、読んでみよう。Probably the biggest one. いや、むずい。いや、これだと思うけど、むずい。韓国語がむずい。やべえ、しかも時間がない。こんな韓国語ずっと読んでたら終わんねえよ、これ。やばいやばい。いやー、かなりレベルが高いんじゃないか。段落正常かな。今度は文章入1問題。いや、もうトフルレベルじゃないこれ、うん、いやー、かなりむずいぞ。タイムオーバーまた終わらん。無理だぜ。しまった、充電が消えちゃった。ちょっと待って。よし、時間は1時間18分ですから、10分オーバーしましたね。いや、むずっ。いや、全然、あの、共通テストとかセンター試験レベルじゃない。全く違います。まあ、マーチよりもむずい。いや、レベルが超高い。あの、もう内容、トイックよりもむずいかな。トフルレベルの問題がちょこちょこ入ってるって感じだね。まず、もう英文自体も、リスニングとリーディングで全然違う。はるかに上ですね、リーディングの方が。めちゃくちゃ難しい問題いっぱいありますね。あ、韓国語できてる、22。まあ、これめちゃめちゃ時間かかったけど、経済っていうのと関わってるっていうので、なんとか正解できた感じかな。まあ、この辺は、優しめの内容一致でしたね。まあ、後半もっともっと全然むずくなったよね。26番、合ってた、韓国語。4番、合ってる。英語も、2番、合ってる。やっぱね、むずいよね、この辺ね。これ、オブリトルアカウントね。これもね、きちんと実験の状況が分かってないといけないでしょ。33とかむずいよね、これね。もう何のことやらになっちゃう人がいっぱいいると思う。まあ、段落成績、東大とかと比べれば全然簡単ですね。3つしかないから。文章入1問で、あ、これね、むずい。
悩むよね。これはどっちだってなると思う。4なのか3なのかっていうのできちんと判断しなきゃいけない。39の方が簡単だったかな。まあいい点と悪い点が書いてあって、で悪い方からいい方へ変わるところを選ばなきゃいけないっていう問題なんで、まあこれは入試でも文挿入問題としてはよくあるパターンですね。プラスマイナスが変わってるのがここだからっていうので選ぶ問題。40は簡単ですね。これはそうですね、像がどういう風になってるかって。で次が2つついてるやつで、タイトルは簡単ですね。これも全体の問題なんで、で正誤はまあこれも悩む人が多いだろうなって思うけど、まあただ明らかにこんなところに uncertainty 入らないでしょ。で並べ替え問題、これは、ストーリー的にもすごく簡単に選べる問題で、次の指示詞が指してるものも簡単ですね。これ明らかに一つだけ人じゃないからこうやって、で内容一致で合ってないのもこれも簡単ですね。韓国語なんでむずいけど明らかに違うなっていうのが分かるものだったので、はい、ということで正解はできたけど間に合わなかったいや韓国語のやつができたことが驚きですけどね、自分的に。お、韓国語のもの正解できんだなっていうのでかなり驚きましたけど、韓国語じゃないやつ、文挿入が一番むずいかな。文挿入問題が最も難しいかな。あと謎の正誤、文脈上ここに入るのがおかしいのはどれでしょうっていうのは文脈考えなきゃいけないから、そうだから文法語法でのやつは簡単だったけど意味上間違ってるやつはどれでしょうが結構厄介だったね。意味考えなきゃいけなかったから、うわ時間かかんなっていう風に、はい、いや苦戦した。つかむずい。まあぜひ解いてみてください。ちゃんと韓国語がわかるんだったら時間内には解けてたと思う、時間内には解けたと思いますが、難易度的にはマーチより全然むずいですね。問題によっては早計レベルだね。でただもう早計に出ないような形式も出てるので、きちんとどういう問題が出るかを見て対策しなきゃいけないっていう感じになると思います。はい、いや疲れた。なんかだから韓国語と両方頭使わなきゃいけないからすげえ疲れた。こんなにもね疲れるんだなっていう感じです。今もうこの後生配信なのにすげえ疲れた。んだまあ結局のところは全体を通すと韓国のスヌンの方が圧倒的に難しいです。全然レベルが違う、もうはるかに難しいっていう感じですね。リスニングに関しては共通テストの方が難しいと思います。ただリーディングに関してはもう全然レベルが違う、全く違う。単語のレベルも違いますし、文構造内容とかですね、まあ難しい単語には中がついてはいるんですけども、それを加味しても全然マーチより難しいです。はるかにむずいと思います。やっぱりしっかりと形式の対策必要でしょうね。これを言ったところで誰も使うわけじゃないと思うんですけど、はい、という印象でした。いやーかなり難かった。韓国語ができないから時間内に終わらない、どうやっても。もしその韓国語の部分が日本語だったら余裕で終わるとは思いますね。問題の意味もね分かんなかったからね、なこれかなって思ってやってましたからね。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。はい、ぜひよろしかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.